今回はデッサンということを話していきたいと思っています。デッサンというのは前回も言ったように、現実と絵が全く違う、全く合っていない、現実と絵が全く違うものだということをはっきりと認識できていることで、なおかつ、この違うものに現実を見ているというこの関係を持っているものがデッサンがある絵ということが言えると思うということを言いました。なのでですね、この関係を断つことによって、つまりデッサンが狂ってくるわけですね。で、その関係を断つというのは、絵の方を重視したり、また現実の方を重視したり、絵に媚びたり現実に媚びたりすることによって、この関係の中に生まれる葛藤や懊悩から目を離すことなんですね。そうすることで、絵は描けるけれどもその中身を失う。現実にこびることで人間の正確な位置が失われるということなんですね。だからですね、デッサンができるイコール、美を見続けることができるということだと思っています。残念ながらデッサンができる人というのは本当にわずかしかいないし、デッサンができたまま、歩き続けられる人も本当にわずかしかいないということなんですね。特に写実的な絵なんていうのは落とし穴があってですね、やっぱり絵と現実の差異がつかなくなってくる。そうするとですね、現実を見なくなる、もしくは、絵の方を軽視するということが起こってきます。そうするとですね、デッサンが狂ってくる、デッサンがなくなるんですね。で、今90%以上のそういうふうにリアリティを、求めて、現実性を求めてですね、描く人たちはほとんどデッサンがないような状況になっていると思っています。だからですね、せめてその美を見続けれて、なおかつ、デッサンができるイコール画家であるということが、いうことであってほしいと思っています。現実と、絵との違いがよくわかる。つまり現実と絵は少しも一緒のところがないということなんですね。現実のコップと絵の中のコップ、少しも同じ部分はありませんね。例えばですね、写実的に、コップがこうなってるんだから、丁寧に目で追っていってですね、こういうふうになって、こういうふうになってって言って、すごく合ってるデッサン、正確なものを描こうとする、けれども正確なところというのは本当は一つもないわけですね、絵の中に。そういうことがちゃんと認識できていないといけない。最初はですね、ここが間違ってる、あそこが違うとかって言って、いろいろですね、修正しながら現実に媚びていくんですね。でも現実に媚びていくと絵の中身はなくなっていって、自分が何を描いているのかわからなくなる。そっくりにはなるかもしれないですけれども、中身が全くないということなんですね。そうじゃなくて、今度は逆に絵の方を重視する。いや、現実こうだけど絵は自由なんだから、こうやって自分の思う通りに描いてやれ。そうすることですね、この絵は思う通りに描けるかもしれないですけど、自分が何をやっているかわからなくなるんですね。っていうのは、この絵とこの関係、現実との関係を見失うからなんですね。っていうのは、なぜか、こう自由に描いた絵の中に、この絵の中に現実を見なくなるからなんですね。だから、常にその自分の描いた絵と現実の関係を断たずに、持っていることということが、重要になります。自分は描いてるのは現実なんだということ、現実に感動して描いてるんだということ、そしてにもかかわらずその現実と自分の描いた絵は違うものなんだということっていう認識ですね。それが非常に大事になってきます。ピカソに自分のポケットの中からちっちゃい写真を、奥さんの写真をの人がピカソに見せてですね、
これは私の、妻なんですと、あなたはこんなように描いたらどうですか、写真を見せてピカソに言ったんですね。あなたの奥さんそんなにちっちゃいんですか、でペラペラなんですねって言ったわけですね。ピカソが、普通素人の人っていうのはですね、その本人と写真の違いが分かんないんですね。そんなもんなんです。でそういう人たちがほとんど今の画家なんですね。現実と、そのできたもの作り物との差が、分かっていない、もしくは、現実と作り物が完全に分かれちゃっている、それがほとんどなんです。でもその関係性をずっと持つことっていうのは非常に難しいんですね。作ったものと現実との関係性を絶たずにずっと自分の中で背負って歩いていくっていうことが、絵の中では非常に重要になってくる、そういうものがうまい絵なんです。でそういう絵を見ると嬉しい限りなんですね。やっぱりそういう絵を見るとああいい絵っていいなと思うわけなんです。だからですね、デッサンを描く、合っているデッサンを描く、描いてほしいわけなんですね。現実を画面の上に持ってくる、これにはいろいろな方法があると思います。はい、モチーフがあってですね、今から絵を描こうとします。でそういう時に、どうやったらこれがここに持ってこれるかということなんですね。でまず、まあ大前提として本当に対象にこういうモチーフにですね、自分が感動しないとやっぱり描き始めることは難しいと思います。持ってくるときに、よくある、レッサンの勉強、すごく初歩的なところでいうと運動線ですよね。運動線っていうのは、物の中身を描くことですね。こういう運動ですね、コップならコップのこういう運動、くる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 回ってろくろのようにできてきて、形があってこの端っこがあって、こういう風になってっていう感じの運動線ですね。で今度縦にこうあって、これ僕小学校2年生の時に習いました。小学校2年生の時に、教室で運動線っていうのを習って、あこういう風に、立体っていうのはできてるんだよというような、このコップの中身で、ね、こうなってて、で取って取っ手がついてるんですよって、なんだからここに底の面があってですね、ぐる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 回ってるわけなんですね。運動線、円柱ですね。で地面がありますよ、地面がこういうふうにありますよ。これ物の中を描く、物の中を捉える勉強なんですね。脳の形とか運動を捉える勉強で、これは現実を描く方法ですけれども、現実とこれは全然違うものですね。現実とこれは全然違うもの、この状態では分かりますよね。全然違いますね。でもこの自分の描いたものの中にこれを見ようとしていますね。でもこの中で自分がこれに近づけようとしていますね、今。つまりこれを見ながらこれを、これに近づけようとしている。でこの度が過ぎるとですね、こっちにこびるわけですね。現実にこびる、近づけていこう、もっとここがこうだな、こうだなっていう風になってくると、ここが違うな、こうだな、あここは合っているな、ここ間違っているなとかっていうものが、これ以上描いていくと出てくるわけですね。そうするとデッサンが狂ってきます。これ運動線、この運動線は運動線を使って現実を捉える方法、これとこれは全然違うということです。いろいろあります。あとマッス、量感ですね。量感、結構大きなボトルなんでたっぷりある感じをブル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 とやって、自分の手触りでどんだけの容量がここにあるかな、重たさがあるかなっていうのを感覚で触っていく、これも
この現実とこれは違うものですね。けど求める方法ですね。これと同じものを画面の上に求める方法ですね。でも違うものだということはよくわかっています。まあこれをこのボトルに見せようと思ったら、ここにこうあって、キャップがあって、地面があってってやれば簡単にそうなりますよね。でもこれ以上描くとまたこれに寄せようとしてしまいますから、そうすると、合ってる合ってないが出てきますね。運動線によって、内側の形を求めてきましたが、もう一つ今度は外側の形を求めましょうということで、外側の形を求める練習っていうのは、この前やったように、ネガティブな形を求めていくということです。ネガティブな形とポジティブな形によって、ものを捉えるということで、ネガティブな形を見る練習は、その中身を見る練習、つまり、現実を絵の中にちゃんと、現実を絵の中に、絵の中に、現実を見ていく力がつく方法だから、どんどんやってほしい。逆に、ポジティブな、ものを描く方法も、非常に、このネガティブなものを補強する形で、中を見る力がつくんですね。この四角の中に運動が入ってくる、運動線が入ってくることで、中身の容量が分かる、しっかりしたどういう形かということが、手に取るように分かってくる。この練習を続けることでですね。で、それとは逆に、外側の形、取っ手があって、コップがこうなってて、こうなってる。で、この中に、コップを見ていくっていうような感じで、中を見ていく、練習ですね。で、これ両方どっちも必要になってくるんですね。どっちもやるとですね、見る力が非常につくわけなんです。人物でも難しいものでも、この2つの方法でやっていけば、デッサン力がつくと思います。デッサン力があるということはですね、その人はもう絵が描けるということを、逆に言ったら、絵が描ける人はデッサン力があるんですね。どんなに下手でもですね。どんなに下手な人でもデッサン力のある人の絵は魅力的です。どんだけ上手い人でもデッサン力なかったら全然見れないです。だから上手いとは言えませんけれども、まあこういうことを説明してもですね、自分が絵を描くときにですね、こういう方法っていうものが、崩れるところに、絵画、実体が現れるのでですね、これを基本、これはもう本当に基本として、考えてほしいですね。自分で描いてて、この説明通りに描けばいいなんてことは僕の中にはないわけなんですね。というのも、こういう説明や基本知識っていうものが、失われるときに初めて、絵っていうものが現れるわけだからですね。それは、見る力なんですよ。その現れたのをちゃんと見る、絵が現れたのをちゃんと見ることができるかどうかっていうことだと思います。そのためにこういうデッサン力っていうのは非常に役立つ、力をつけないといけないものなんだと思っています。見ること、描くこと、しか、まあ、絵というものはないんですけれども、二通りしかないんですけれども、描くっていうのは、どんだけ幼稚でも構いませんけれども、見ること、
見ることっていうのはどんだけ幼稚に描いた絵の中にも現実を見ることですね。その関係を断たないことですね。だからですね、こういう方法を全て失ったとしても、自分の描いた、下手な幼稚なものは残るわけです。その中に今の自分の気持ち、全てを失った気持ちを見ていくことなんですね。そうすることで実体が現れる。それが全て自分の、かけがえのない形として現れるわけなんです。絵が現れるとき、絵というのはこの前も言ったように言葉です。言葉が現れるとき、どういうときか、みんなそうだと思うんですが、言葉が本当に現れるときというのは、言葉を失うとき、言葉を失ったら本当の言葉が現れてきます。そうしたときにそれを見つめれるかどうかなんですね。でそれが見つめられると、それが実体を持ってくるわけです。かけがえのない唯一無二の、そして今生まれたばっかりの形として、自分にとってかけがえのないものになる。でそこに愛を感じるというのが、芸術の、造形の、真髄、一番大切な部分なんですね。でそれが分かればですね、自分が愛されていることが分かるはずです。どんなに失ってもですね、自分の、足りない力で、描いたものにですね、かけがえのなさ、今生まれたばっかりの、それから世界が始まったような、大切さが自分の中に、自分の絵の中に感じられるわけです。でその絵から、現実を見ていく。そうすることでですね、あ、絵って自由なんだなと思うことができるということなんですね。でそういう、芸術の革新、をですね、僕はヨーロッパ芸術から学んだわけなんですけれども、つまり全てを失う、自分の、組み立ててきたものっていうものがですね、全て失われるときに絵画っていうのは初めて、現れてくれるわけなんですけれども、普通はですね、その建設性、構築性っていうことでですね、自分の培ってきたものをですね、そこにできるだけ盛り込んでいって建設的に考えていくわけなんですね。そうすることで一つの組み立て、絵画、自分の絵画っていうもののスタイルを作っていくんでしょうけれども、絵画の本質っていうのは脱構築なんですね。その構築したものが壊れるときに、本当に立ち現れる絵画、これが重要になってくるんですね。でその脱構築の中に本当の、コンポジション、構成、精神の重なりというものがあるわけなんですね。絵の中には非常にたっぷりとした時間が流れて、それはですね、人一人分の寿命の長さではない、もっと何か、大きなものなんですね。いい展覧会なんかを見に行くとですね、なんかその絵を見ているというよりも、その人がそこにいるような感じがするんですね。その画家が何年も前に死んだはずのその画家がですね、そこに生きているように見えるっていうことがよくあると思うんですね。でそれがまあ絵との出会いであることが多いとは思うんですけれども、生きている画家でもそうです。その絵に何らかのこのその人がそこにいるような気がするというような感じですね。でそれは、人一人分よりももっとたっぷり長い時間、の、容量がそこにあるわけなんです。で絵画っていうのはそういうことができるんですね。人一人分の、建設だと、それが崩れるまで、60年から80年、90年経てば、崩れます。つまりその人が死ぬ、死んだ時にその人の構築したものは崩れるということなんですね。けれども絵画っていうのはいっぱいの人生がそこにある。つまり一つ一つのタッチの間に隔たりがある。つまり一つのタッチの
あとに一回死んで、次のタッチでもう一回生き返って、もう一回死んでっていうことを繰り返すわけなんですね。これが技術の、織りなす、連綿とした技術のつながりなんですね。で、そういう楽しさっていうのをも知ってほしいなと思っていて、一つ一つが忘却されるけれども何かつながっているということなんですね。一つ一つが切り離されて、なおかつ全く自分の見知らぬところでつながるということなんです。で、それは見る力と、一緒なんですね。現実と、絵とは全然違うものけれどもつながっているということなんですね。そうすることでですね、あの絵の中に膨大な時間が、組み込まれるわけなんです。人一人分ではないですね。そのタッチの人数分そこにあるわけなんですね。その絵が何層でできているかということは、何回その人が死んで生まれてということを繰り返したかということにもなるわけなんです。人っていうのは簡単に、精神的に死ぬんですね。つまりさっき言ったように、あの自分の建設してきたもの、覚えたもの、覚えた知識であったりとか、こうしたらいい、ああしたらいい、こうしたかった、ああしたい、ああしたい、こうしたいっていうものがですね、失うときですね。つまり自分の言葉だと思っていたものを失うときですね。それは言葉ではなかったんですね。ただの標語のようなもの、なんかポスターみたいな、自分の、呪文みたいなものなんですね。こうしたい、ああしたいって思いたい、その、念のこもった呪文のようなもの、それを失うときですね、本当に生きた言葉が現れるわけなんです。で、その言葉をですね、見れるかどうか、で、その言葉を見れたときに初めて自分の言葉っていうのを、体感するんですね。自分に与えられた言葉っていうものが体感できる。で、それがかけがえのないものだということを実感する。で、それが愛情だ、愛だということになるわけなんです。これが一番の芸術の始めだと思います。で、それが分かったらですね、あの絵は描くのが楽しくなる、失うことも怖くなくなるということなんです。むしろ、失うために描くんですね。とにかく見ているものと描いているものが全く違うことを認識できること、全く違うのにもかかわらず、全く違うのにもかかわらずですね、あのちゃんと現実を見れることですね。全然この目の前のものと描いているものが違う、違うことはみんな得意なはずなんですね、けれどもですね、苦手なことがやっぱりあるんですね。それは違いながらもこの現実を見続けること、これは難しいんですね。違っていたら、こっちを好きに描けばいいやとこっちを重視する、もしくは、さっき言ったように、現実にこびる、どっちかになっちゃうんですね。で、上手い人は全く違っていても現実を見ることができる、ピカソのようにですね。ピカソ簡単な例えなんです。見る力がついてくると、中の運動線を描いても自分はその外側を見ているんだ、つまり、コップがこういうふうにあったならですね、こういうふうな線を描くことでコップが見えてくるわけなんですね。この線を描いているわけじゃないですよね。この線を描きたいわけではない、コップを描きたいんだけれども、この運動線を使って描いている。で、この運動線を使っている時にもそのコップが見えてくるということなんですね。つまり自分は、描きたいものを見るたびに画面に線を引くわけなんですね。そうすることでここに、空間が展開していくということなんです。で、また、見ることが、もっともっと上達してくる、
どんどん上達していきます。そうすると自分は、その見ているものを描けないんだ、ということが分かってきます。どんだけその中を描こうとしても自分は外にしかならない、どんだけ描いてもその例えば一つの、何かシンボリックなマークがあってそれを描きたいけれどもそれを描いた途端にその周りが見えてきてしまう、そしてその中が見えてきてしまうというようなこと、どんだけ、そのリンゴの、細かい部分が描きたい、ここが綺麗だから描きたいと思ってもそれを描いた途端にその外が見えてきてしまうということで、実体は、どうしても描けないことになるんですね。実体は見るもの、そして描くのは自分が、描いたことで側になっていく、外側の形なんですね。さっき言ったように、最初に言ったようにその見ることでですね、自分の描いたものと、対象との関係をずっと保って歩いていく、そこには、葛藤や懊悩や、苦悩があるわけなんですが、何が実体か、何が大切かというとやはりその苦悩や懊悩や葛藤になってくるわけなんです。なんでそれが大切なのか、そんなことをしたくないということはあるかもしれませんが、それをわざとするんではないわけなんです。勝手にそれが出てくるということなんですね。美しかったもの、自分が感動したものを、苦悩の中にですね、その苦悩を通して、見ることができるかどうか、その美しいものを見ることができるかどうかにかかっているんですね。どんだけ描いてもその美しい部分を、描くことはできなかった、けれども見ることはできる、どんだけそこの部分が美しくてもそれを描けない、どうやっても描けないけれどもその痕跡が、この、描けなかった痕跡が残る。その中に自分の見た美しい実態を見れるかどうか。